す。いつもご視聴ありがとうございます。炭酸のおいちゃんです。ではドラゴンボール大魔大第4話か4話の、リアクション動画を撮っていきたいと思います。はい、飛行機が盗まれてしまう昨日とっちめた酒場でとっちめた奴らが盗んでいったと。さあ歩きになってしまった。街で調達できなかったですね。ちゃんとロックしたのに。ああ、ちゃんと鍵はかけてた。地球に帰れるんですか？それはなんとかする。しばらく歩いてどこかで乗り物を調達しよう。空飛んでいけば簡単だ。みんな飛べるだろう。この空気で長く飛ぶのは厳しい。エネルギーの消費が激しく疲れが早いから。そんなに重いんだ。めちゃめちゃ強調するよね、思いの。いい感じ、わかったぞ。旅の途中で体力がなくなると危険ですね。歩きましょう。まあ、空を飛ばさせないための設定ですかね。基本的になんか島が浮いてるから。空を飛ばないとどこにも行けねえぞ。そうだね。飛行機さえあればあっという間なんだから。飛行機必須の世界。南国の海に落ちると危険です。危険ってか死ぬよね。あ、なんか化け物来た。すごい、ドラクエやったことないかわかんないけど、ドラクエっぽい。ご苦労さん、やはり本来の動きではありませんね。空中はまだつかめねえな。なんだよここは。本当に油断も隙もねえと。ここは俺が。もうグロリオが。相手は火の玉を。相変わらずいい作画してますね。もうスピード感がすごい。あ、いいね、今のダブルダッシュ。ドラゴンボールらしい演出だよね。あ、落ちた。暗黒の海に落ちちゃった。あ、グロリオも強いね、格闘。お前が強いと思ったこと一回も海王神様。ぷいぷいややこにビビってるようだね。え？あ、ほんとだ。なんかトロールっぽいのが。めっちゃゆいじゃん。一発で。疲れた、今ので。なんであいつが分かった？俺には何も見えなかったから。ああ、火だよ、火。火を感じただけだ。なんだそれは。気配みたいな。目に見えないエネルギーのようなものが分かるんですよ。やっぱこの大魔界には気っていうものがないんだ。お店のようですね。あそこで少し休もう。やったー、めっちゃ強いぞ。おお、これシティハンターの香里さんの声優さんじゃん。だよね、多分。いい声優さん使うね。トカゲの口。飲み物もすごい。お肉の色がすげえまずそうだよ。美味しそう。蜂蜜だって。あのタピオカみたいなの。え、苦いな。あ、薬草でか。へえ。どこかで乗り物を手に入れると言っていましたが、お手はあるんですか？そうだな。やっぱ海洋神様飯食わねえな。グロリオもだけど。飛行機を探してる。聞こえてない。あ、耳が遠い。あんたね、飛行機だってね、飛行機。飛行機なんて高級なものはねえけど、スカイシードなら挟んでるどうだ。スカイシード。スカイシードか。空の木ですかね。距離はどのくらいなのさ。そうだそうだ、あんたとガキ二人でな、
せいぜい120キロってとこだろうな。そこまでしか飛べないってことだろうか。8000から5000に交渉したの。変なもんいっぱいあるな。何それ。お菓子でしょうか。はぁ、新玉しか。飴玉。なんでこんなもの。牛。あんたら、さてはこの辺の子供じゃないね。そいつは復活虫だね。復活虫。薬虫の一種で食べれば体力が戻るんだね。すげえな。センズみたいなもんじゃねえ。センズみたいな。なんだねそりゃ。傷とか治るのかな。この辺りで取れる薬虫は大体揃ってるね。やけどに効くアチチ虫、頭痛に効く頭痛虫、お肌がツヤツヤになる美容虫。こっちの虫は何ですか。うん、そいつはくっつき虫だね。半分にして2人で食べればしばらくの間合体して強くなれるのね。すげえ、フュージョンだ。フュージョン。ポタラみたいな。ゴリラな。グロリオだ。ゴリラ。なんだ。ここの虫何匹か買ってくれよ。虫。本当かい。嬉しいね。お土産なんてここ何十年売れたことがなかったからね。どうやって生活してるの。いろいろ買ったね。ブロリオだ。なんか本当に冒険って感じだよね。ここで待ってろ。スカイシード乗り場こっちだよ。なんだそれ。スカイシード。私も初めて聞きますね。急にどうした。空飛ぶほうきみたいな。種？木じゃなくて種なの。想像と違いましたね。よかったね。で、どこ行くね。あっちの方角だ。早いね。バリスタみたいな。すっごいアナログ。アナログっていうかなんかね、原始的だよね。おお、すげえスピード。同じこと言った。悟空楽しそう。あ、これエンディングで乗ってたやつか。自動飛行。まさかこのまま落ちるんですか。そうだ。だから地面に刺さる前に離れる。そんなにビビんなくてもいいでしょ。飛べるよ。さあ、降り始めたぞ。飛べるやん、飛べるやん。なんでめっちゃ回転したの。空飛べんならそんなビビんなよ。ポイって離れりゃいいんだよ。あ、一応種はあそこまで行ったんだ。結構距離は稼いだな。城まではあとどれくらいですか。半日も歩けば着きそうだ。半日か。やっぱり空を飛んで行こうぜ。体力がなくなったらさっき買った復活虫っていうのを食べればいいんじゃんか。そうなんだ。そういやさ、ここに来る前ピッコロが大魔界のドラゴンボールとか言ってたじゃねえか。本当にあるのかな、ここにも。うん、
もちろんだ。マジか。むしろ大魔界のドラゴンボールか。本家と言ってもいい。すげー。え？ここじゃどうやって探すんだ。あ、じゃあもうやっぱ、もう絶対大魔と違う、これ。探す必要はない。ある場所は分かっている。分かってる？あ、もう今のは決定的ですね。大魔界には魔界が3つある。ここは第3魔界だ。それぞれの魔界では決められた場所にドラゴンボールが1つずつ置いてある。3つだけね。玉神という選手が守っている。玉神、つまりその玉神からボールを奪えばいいんですね。ああ、しかし簡単じゃない。玉神は恐ろしく強い。そんなに強いのか。早く戦ってほしいよ。戦って勝たなければボールはもらえない。それを3回やらなければ願いは叶えられないということですか。そういうことだ。ここのドラゴンボールは3個だけ集めればいいのか。めっちゃめちゃ面白そうじゃん。うわー、ドラゴンボール集めて。無理だ。俺の知る限り3個全てを集めて願いを叶えたやつは今まで誰もいない。そんなことダブラでもダメってことでしょ。ダメですよ、悟空さん。デンデさんを救うのが先決でしょ。まあ、その玉神ってやつのところ遠いのか。到着したワープ様があったのはあの真反対だ。真反対？え？遠すぎますね。そりゃそうかもだけど、エンデを助けるついでにドラゴンボールを集めて願いを叶えてもらえば俺たちも大人に戻れるじゃねえか。それはそうですが。なるほど、試してもいいかもしれんな。あなたまで何ですか。もしそのデンデというやつが殺されていたり見つからなかったらどうするんだ。ここのドラゴンボールで願いを叶えればデンデは助かるし、地球のドラゴンボールであんたたちも元の姿に戻れるんだ。だろ、やる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 。また怪しいんだよ。わかりました。やった、次の街が見えたぞ。やっと水が飲めるぞ。腹も減ったしな。少し休みたいですね。お、水だ。へへへ。悟空さん、なんか泳いだよ。ここの水、お、大丈夫ですかね。多分憲兵だ。憲兵、大魔王直属の警察兵だ。これより私の捧げ物を徴収する。静かに。もう知っているかと思うが、先日ダーブラ大魔王に代わりゴマー様が大魔王になられた。キングゴマーはこれまでの捧げ物では甘すぎるとお考えだ。よって今回より捧げ物は金貨3枚になった。3枚だと？あれやろ。金貨が払えない怠け者には1枚につき寿命3年もらう。つまり寿命も払えない者には寿命9年を払ってもらう。いいな。寿命せえ。分かっていると思うが逃げても無駄だ。全員につけられた魔法の首輪で必ず話した。そんなつけられてんだ。そんなつけられてんだ。逃げた場合さらに寿命10年の追加だと。ひどい。分かったな。ひどい、めちゃめちゃ。もう長生きしそうですけどね。なんかここの人と寿命吸われちゃうんだよ。ガソリン入れるやつみたい。脊髄から抜くんだ。あ、それが寿命なの。こんな目のから許してくれよ。9年も寿命を吸われたら死んじゃうかもしれん。ダメだ、やれ。なんかそんな長寿じゃなさそう。お、来た新キャラ。来た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 。何の貴様。じゃじゃーん、この手製のわさび爆弾を。わさび爆弾、子供かよ。みんなそんなビビる。捕まるわ。おー、スタンガン。目がかゆい。
悟空動いた。ああ、これ PV の時のやつだ。こいつアクロバティックしてるな。銃みたいに使えるな。めっちゃ匂い棒使ってるね。何十人倒した。何者だ。早くこっち。しょうがねえだろ。あんなの放っておけるか。確かに。あんた何者だ。なんか GT 感あるね。なんか今、なんか GT にもあったよね、こういう。ほら、かわいい。ここで終わりね。生産はファーちゃんだっけ？パンジ。はい、ってことで以上になります。次はね、まあ、4話で分かったこと、気になったことをまとめていきたいと思いますので、よかったら次回も見に来てください。では、おつおつ、バイバーイ。